慎吾です、今日は漁港からではなく私の、動画編集してる作業部屋で撮影しています。ここで、動画編集をしています。今日はなんでここで撮影しているかというと、4号フィッシングで作成したものがあります。なんと4号フィッシングでジップパーカーを作っちゃいました。今着ているのがそれなんですが、早速見てください。ロゴも決まって、一番最初にやりたかったことがこういうパーカーや T シャツを作ることだったんですが、時期的に T シャツじゃなくてパーカーになっちゃいました。ロゴの色が若干暗くプリントを刺さっちゃいましたが、ほぼ満足している状況です。最近釣りに行けてなかったんですが、まあ、今アオリイカのシーズンということで、近々ビギングに行くんですが、このパーカーを着て頑張りたいと思います。今後は帽子や T シャツ、ステッカーやシューズなどなど、全身4号フィッシングコーデで、釣りできればと考えています。ということで、今日は4号フィッシングでジップパーカーを作るでした。どうもありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。